演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちら、チャンネル登録よろしくお願いします。ちら、サンディーマーズのふわとろチーズインパンチキチーズインポケチキで、ココ一番野菜中激辛チーズカレーマンを食べ比べてみたいと思います。チーズ対決ですね。どれからいいかな。では、まずはちらの定番にプラスアルファのファミチキからいきますね。チーズインファミチキがいるのではなく、これとはまた違うのかな。では、いただきます。うん、最初に食べたファミチキが上の方にチーズがかかっていて、噛んだ瞬間にチーズの旨味が口の中にふわーんと広がってきて、お肉の旨味とうまく合わさっていて、とっても美味しかった。定番がさらに進化している、そんな感じですね。というわけで、こちらの点数とさせていただきます。続きまして、こちらのチーズインポケチキは、従来のチーズのポケチキだと、外側の衣にチーズが入ってて、これは中にチーズが入ってて、出した瞬間にふわってとろけてきて、これが本当に良かったです。なんか通常のポケチキとはまた違った美味しさが発見できて、こっちの方が好きですね。というわけで、こちらの点数を査定。そして最後の激辛チーズカレーマンは、本当にそんな食べられないアンテナの辛さではないんですけど、後からじわ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 来る辛さなんですね。刺激が結構ピリピリします。チーズはもう申し訳程度ですね。中和になってない。辛いのは好きな方にはおすすめですので、こちらの点数をさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞終演。